どうぞ。怖い。下ってきたらなかなか怖いね。トイトボの方に行って下って行ってよ、うん、こんなとこ行けたよね、前帰り。そうやね。疲れました。もう少し、あの人は私ここへ来ろ、あの人が私より前より行った、あの赤い車の人、はあ、そうやろうか、はあ、あの人は大体俺らと同じぐらいのペースやね。はい、ここ怖い。阿蘇が見えています。あれが本舗やろうね。なんでこう。まだ向こう。
はい、三股山西峰1678メートルに到着です。はい、はい、三股山山頂です。するーな。この辺りすべて三山霧島ですが、全く咲いていません。残念でした。残念でした。全然。うん。これ全部三山。掃除法が猫耳になってます。猫だけ。何歩そこみたい。それじゃなくて。はい、本邦到着です。イエーイ。1744。イエーイ。おんちゃんとおんちゃん一人だったよ、うんうん、イエーイ。はい、あれが湯布岳です。じゃじゃじゃーん。しました。今日のつける前にお昼ご飯はこれです。じゃーん、セブンイレブン。やっぱり九州だから、うん、方の豚骨は。それ綺麗にして、はい、降りてきました。あとは南方に登ります。はい、この辺りも全く咲いていません。どうぞ聞いてください。はい、南方到着です。1743メートル。はい、こちらが三股山南方到着です。チャチャチャーン。はい、高岳も見えてます。その向こうに雲仙岳も見えてます。チャチャチャーン。
も違うね。ちょっと肌が丸っこいね。うん、なるほどね。なんかこうこういう風なぷわっとした花やね。そうね。まあツツジの仲間っぽいけどね。ここからもこれ撮ったみたいな感じだね。そうだね。ちょっとごめんなさい、ここでね。うん。テンプロだし。はい。あるんだったらその方が良さそうですね。巻きます。ここが仕事して700ぐらいだ。ああそうな。結構上がっとるね。ですがこっちへ上がります。行きたい？横もよ。こっちで。いやあんたがどうしたこと言ったの。じゃあこっち行こうか。であのマスが見た鳥体がそう、うん、あれすごい気持ちよさ。シャクナゲ咲いてます。シャクナゲです。ハチがいっぱいいます。怖いです。どうか違うとかその怖い道は、うん、全然まあええわ。方向が、うん、そっちの方じゃないって。はい。はい。棒がつる。保健酸素。ここが一番急な場所みたいですね。あの苔や。うん、そうやね。ここはたくさん最近の、うん、ガガガネが。すごい分析。つまり湿気が多いということだな。苔だから。あ、ここだな。どこにある？いや、いろんなところにある。というか、家にある。家の、あの石垣とかによく配置。あ、そう。うん。すみません。得意。この辺はもう大鶴湿原一望です。あんまりテントおらんね。うん、一つだけ一針だけあるようです。まあこの時間みんな行動してるからね。全てが快適なのはだいたい大曲がりの駐車場もよ。また工事工事使うと取れるんだけど。そうだね。はい、このケルンの横を通ってちょっと登っていきます。いや結構登りました。あっからだもんな。あの累積評価は結構あれね。あ、しました。垂れてるババアやろ。そう。垂れまっくり。そうよ、目標ができた。栗越に到着です。
感があったがよ、うん、けど今ほら、うん、レストランスナックみたいな、うん、バイキングだったみたい。残念ね。アジンギスカン食いて、もう大曲がりの道路見えてますね。ここです。あ、結構車止まっとるわ。はい、駐車場まで帰ってきました。